今日8月9日は長崎の平和記念式典の日でした。原子爆弾が今日8月9日落とされて7万人を超える人々が殺されたと。長崎市長さんがイスラエル大使を招待しなかったということに関して発言をしています。静謐な環境でこの平和を祈りたかったというふうにおっしゃっていらっしゃいます。よくわかります。そもそもイスラエル大使がどんな思いでこの式典に出席できるんですか。しかもアメリカは原爆を落とした当事国ですよ。世界中の政治リーダーたちや、あるいは各国のリーダーたちというのがですね、国のメンツとかそういうものでですね、いろんなことを発言し自分たちの誤りを認めないというのは許せないです。戦争は絶対してはならないのだということが第二次世界大戦の教訓、反省でなければですね、私たちは今を生きる意味がないと。子どもたちにどんな世の中を残すのかと。毎年国連で長崎の高校生たちが平和大使として出席をしスピーチを行います。私たちは微力だが無力ではないと。私たち一人一人が連帯し平和を目指すのだと。核のない世の中を目指すのだと。核廃絶を目指すんだと。戦争は絶対してはいけないのだということを微力な私たち一人一人が連帯し実現をしていくのだという、その思いに私たち大人がどう応えていくのか、それが毎年毎年問われるのがこの平和記念式典であるというふうに思うんです。そして日本の総理大臣がこの平和記念式典にどういう思いで出席し発言をするのか、形式だけのですね、平和記念式典であってはならない。長崎市長さんが今回投じた一石というものは重い重いものがあると。川内浩氏はそれに共感すると改めて申し上げておきたいというふうに思います。